それでは次に PEC-2 に3つ搭載されているセパレートループの使い方の説明をします。このセパレートループは幅広い使い方ができますので、プレイヤーの求める様々なシチュエーションに対応できます。3つのセパレートループはそれぞれ回路が完全に独立しているので、グランドループのノイズ問題を回避することができます。またそれぞれがパッシブのルートスイッチング回路なので、レベル変換はできませんが、異なるレベルの信号を個別に接続し扱うことができます。ギターからのインストレベルのペダルとアンプのプラス 4dB センドリターンループなど、レベルの違うエフェクターを1台の PEC-2 にセットしスイッチングできます。ここではループ6を例に5種類の使い方の接続と動作を説明します。エフェクトループとして使用する場合、5個のシリーズループでは足りない場合に、セパレートループを追加エフェクトループとして使用できます。各セパレートループのインプットジャックへ信号を入力し、センドジャックからエフェクターのインプットへ接続します。エフェクターのアウトプットからリターンジャックへ接続し、アウトプットジャックから後ろにつながる機器へ接続します。空間系エフェクターなどを使用し、それらをアンプの FX ループに接続して使用したい場合は、セパレートループのインからアンプのセンド、セパレートループのアウトからアンプのリターンに接続してください。出力セレクター、いわゆる AB セレクターとして使用する場合、2つの出力のうち一方を選択する出力セレクターとして使用できます。例えば出力1にアンプ1、出力2にアンプ2と、アンプを2台使用したいときに使えます。ループをオンにし、出力1を選択したときには出力2はミュートされ、クロストークやノイズ発生を防ぎます。逆にループをオフにし、出力2を選択したときには出力1はミュートされます。インプットジャックへ信号を入力し、センドジャックからアンプ1のインプットへ接続します。リターンジャックは何も接続しません。アウトプットジャックからアンプ2のインプットへ接続します。入力セレクターとして使用する場合、2つの入力のうち一方を選択する入力セレクターとして使用できます。ループをオンにすると、リターンジャックに接続された入力2の信号がアウトプットジャックより出力します。ループをオフにすると、インプットジャックに接続された入力1の信号がアウトプットジャックより出力します。センドジャックには何も接続しません。入力セレクターの具体的な使い方としては、2本のギターまたはベースをケーブルでセットし、曲中で持ち替え、フットスイッチのワンアクションで瞬時に切り替えることができます。出力のオンオフを行う場合、信号の出力をオンオフすることができます。ループをオンにすると、センドジャックから信号が出力します。ループをオフにすると、センドジャックからの信号がミュートされます。DI への送りのオンオフ制御に使用することもできます。アンプのチャンネルの切り替えに使用する場合、アンプのチャンネルの切り替えにも使用できます。アンプは一般的な外部フットスイッチ、ラッチコントロールタイプで、さらにノーマリーオープンかノーマリークローズド仕様のものに限ります。アンプの詳しい仕様は各メーカーに確認した上で接続し使用してください。ここではアンプの外部切り替えの仕様がノーマリーオープンの場合で説明を進めます。アンプの外部チャンネル切り替えスイッチ接続ジャックといずれかのセパレートループのアウトプットジャックを接続します。このようにアンプのチャンネル切り替えに使用するセパレートループのインプットとその他のジャックは使用しません。接続したループのフットスイッチを押すたびにアンプのチャンネルが切り替わります。PEC-2 の応用的な接続時の注意点として、シリーズループの2つのアウトプットジャック、アウト1、アウト2はパラレルアウトなので、同時に使うと接続先のエフェクターの回路によってレベルが下がったり、音質が変わったり、ノイズが混入したりすることがあるので注意が必要です。セパレートループ6、7、8の機能は同じなので、それぞれのインプットあるいはアウトプットの接続によって順番を入れ替えることができます。また1つでも2つでも配線のしやすさなどからお好みで選んで使っていただくことができます。いくつかの接続例の詳細は取扱説明書13ページをご覧ください。